今度はアウトスイングです。ヘディングこぼれてきてバイシクル、最後は大津ですかね。そうですね、やはり大津との交代です。最後に一つゴールチャンスが来ましたが、そうですよね、枠に飛ばせませんでした。大津にとっては最大の見せ場でしたけどね。でしたね。いや、しかし綺麗なフォームですね、はい、大津らしい綺麗なシュートですよね、わずかでした。